黒板二段に石消池下駅の伝言版、姫路競馬場の手書き出馬評価フェ黒板は、連絡事項あるいは、伝達事項を記入もしくは掲示によって表示する器具。チョークで、文字や絵を繰り返し書いたり消したりできる。学校や、企業の事務所などで使われる。黒板という名称は、英語のブラックボードの直訳である。日本へはアメリカから伝えられたが、 アメリカへは、フランス人が伝えた。黒板に文字を書くときにはチョーク、消すときには黒板消しを用いる。チョークや黒板消しは、黒板の下部に取り付けられた粉受けや、チョークボックスに収納する。木製や鉄製などがあるが、多くは、鉄製で磁石が貼り付く性質がある。これを利用して紙などを貼り付けたりする。板の表面は以前は、 文字通り黒っぽいものだったが、緑色のものが多くなっている。日程表などで用いられる黒板には、最初から日付や予定などを書く欄が、白色や黄色の枠が表面に設けられている。日本では、ポケットベルや、携帯電話が普及する以前は、待ち合わせの連絡用として、黒板でできた、伝言板を改札口付近に置く、鉄道駅もあった。チョークの粉が、 周囲に飛び散ったり、手が汚れることが嫌われ、企業や応援教室などではホワイトボードにほぼ取って、変わられている。石川ミノルによると黒板が初めて文献に、登場するのは、ヨハネス・アモスコメニウスの、世界図である。小倉金之助によると黒板が有効に、利用されるようになったきっかけは、フランス革命によるとしている。パリにエコールポリテクニックという学校が開校し、 その教授であった、モンジュは、追記術の設計のための画法機科学を教えたが、性質上、口頭だけで教えることはできなかったため黒板が用いられた。アメリカでは、米英戦争後、ウエストポイント士官学校はフランスから若い教授を、招聘し、その中にモンジュの弟子のクローゼーがおり、画法機科学を教えるため1820年頃から、黒板の使用を始めた。 ただし、アメリカの初等学校に普及したのは1860年代である。日本では黒板が伝わる以前には、ハンコーや寺小屋で塗り板が用いられていた。この塗板は、シュウシや木シを表面に塗った小さな板で字を書いては決して使用されたが、それは掲示板として使用されたもので性格が異なる。大正初期、それまで黒板は仏壇屋や、 漆工芸屋などが作っていたが、この頃、黒板専業メーカーが出現し、その技術の高さから、朝鮮や満州など海外にも多く知られるようになった。太平洋戦争前後、黒板の命ともいえる輸入品の漆が入手困難となり、黒板メーカーが材料調達に苦労した。小学校など生徒と教師の慎重さが大きい場合や、 車椅子での使用を考慮し、教育機関では壁に設置された黒板をハンドル操作により上下に動かすことができる可動黒板が採用されることも多い。黒板の形状は平面黒板のほか、文字の見えにくさを防ぐための局面黒板や半曲面黒板がある。また、学校の特別教室などには一枚の黒板が上下する昇降黒板や、 二枚の黒板が交互に上下する二枚上下黒板、左右に移動する引き分け黒板も用いられる。なお、昇降黒板の起源は、明治時代初期の京都府学務課が試作した可動式黒板である。研ぎ出し黒板研ぎ出し黒板は表面に黒板用塗料を塗布して研ぎ出し加工をしたもので、合板を素材とする木製の黒板と合板を素材と、 するスチール製の黒板がある。現在、ジス規格ジス S6007 研ぎ出し黒板を製造する場合、改正後の塗料を使用することで、ジスマークの表示が可能となる。焼き付け黒板焼き付け黒板には、放浪ガラス質を表面に焼き付けた、放浪性と黒板用塗料を塗布して焼き付けた、スチール性がある。ありがとうございます。